俺が見る感じは最近のツイキャスは男同士の方が当たるな。俺は男同士だよ。じゃあ CJ 呼ぶよ。 CJ ナーボーを野田で行こうよ。 CJ ナーボーを野田香川ね、TJ なんだ TJ のことを基礎的嫌いしてるのみんな。君たちは分かってない。制御できる人間っていう、香川さんは制御できる人間で、俺もどっちかというと制御できる人間なの。野田総理も制御する人間。 TJ さんは唯一みんなが名前知ってる中で制御できない一番おもろいからね制御ね、自分のなんか LINE みたいなのないよ。これ以上はダメだみたいなのが唯一ない人間だ。いや、あのおじさんが一番おもろいいや、マジでそれをなんか分かってない。もう今となってはそのなんかあの人のいじる人いないからそんなになってるけど、あれ、いざとだったら何でもやるじゃん。まあ、あの人が来るかどうか分からんけどな。いや、来るよ。でそれでしかも、さらにアウトドア絡みだったら、いや、俺テント持ってくよみたいな。やっぱりまず一番最初に決めたのがくじ引きバンジーやと思う。バンジーやん。え、だからくじ引きで誰かがバンジーを飛ばなくちゃならないって、はいはいはい、それがいいんじゃない。何も飛んだことある？ないよ。ねえ、俺もない。いや、ない。俺絶対無理やで。 TJ も無理やで。待って TJ も無理やで。絶対無理。ロードハマーあるのちゃうかな。ないよ。やばい。唯一2人で飛んだのが札幌のこれぐらいのバンジーテレビ塔のね、これぐらいのバンジーね。多分冒頭でバンジーやったら多分その企画の時のその配信者一言も喋んないとか、それまでは嫌なんですよね。いや、ほんまに俺ら10人間でやったことないやろずっと言われたけど、一回目でなんで言わないんですか。高所恐怖症。俺は飛行機も乗れへんからこれ一番やばいやつだ。ほんまやで。飛行機乗れない一番やばいやつ。俺飛行機乗れへん。100以下だったら多分どこも行けるから。110か。ほな行けるわ。沖縄もフェリーじゃくらいだわ。フェリー48時間かけて船で行ったやん。いや、もう行かなもう。そう、それぐらい。それぐらい無理やで。野田起きてる。電話してみる。もしもし。ごめんごめん、おはよう。今あのナーボーと一緒にコラボしてて、あの野田と一緒にほらコラボ配信したいなっていうことで話してたのよ。いや、まだちょっと8月か9月ぐらいにできたらなっていう話やったんやけど、うん、大丈夫？あ、全然大丈夫やけど、一応4人で TJ とナーボーと香川と野田っていう4人になると思うんだけど、とりあえず行けるってことで大丈夫？大丈夫だけど、うん、君たちは今完全に拡大してる時にそういうことはね、そこ意識はある大丈夫、2人だから今、2人大丈夫だ。とりあえず大丈夫なんだけど、言うんだけど、一応その配信内容が一発目が、くじ引きバンジーになってるけど大丈夫？110キロ以下でいけるらしくて、一応野田は体重を測ったらダメってことになってますね。いや、俺全然いける。じゃあ今104だから。あ、じゃあ行こうとしてじゃあ大丈夫、104やからいけるね。104。いや、俺そんなズームしないから。え、野田はバンジー飛んだことあるの？あの、北海道で一回飛んだことあるの。これぐらい。そう、小さいやつ。いや、一応日本一のやつを飛ぼうかなって話になってて。ダンボーカルも言ってんじゃん、ダンボーカルも。野田くん、なんか一番なんか世界一ちっちゃいぐらいのバンジー、僕に切れたじゃないですか。いや、ただその撮影はダンボーやめてやつ。撮影して、うん、僕飛んだ時インカメだったんですよ。それでめっちゃキレてナーボーが撮影でバンジーオッケーって無理だ。じゃあ他の人が撮影者だったらオッケーってこと。そうそうそう。あ、じゃあ分かりました。それはじゃあもうとりあえず俺なの振りみたいになってるからダメだ。振りみたいになってるじゃんこれ。オッケーオッケーね。あとは TJ だけだ。 TJ はオッケーだから。マジ？もう俺ほんまに嫌やわ、バンジー当たったら。4分の1か、25%。 25% は当たんない。もう俺さ、思うね。その世界で配信できてて、やっぱり一番美味しいやつが当たるんよ。配信の神様見てるからな。え、日本一どこっすか？岐阜か。岐阜か。じゃ岐阜キャンプ。もうだからもうどこも一緒やけどな。いや、でもね、この間バンジーやったやつらが若い子たちで、やっぱ短いの。あ、そう。そうそう。その滞空時間短かったよな。見た人分かると思うけど。後輩たちがね、船眉とかね。あ、そうそうそうやな。小町とか。うん。って頑張ってんのに、僕らバイトもなくてどうするんすかって。
で、それじゃそれでさ、じゃあそのくじ引きでええのそれって話になってくる。それになったら全員が止めた。若いから全員飛ばないといけないっていう、そのなんか僕らそんな胸打ちしないよっていうところで、そうなんかやっぱり一本。小町が10人いたってナーボーにならへんからな。ナーボー1人死んだら小町40人分だからそういう世界観で言ったら40回飛んでもらう。死んだらなんか9月前半にしません？いやろ。ちょっと確定な。いやだからもうそのバンジーがオープニングになるっていう。バンジーからスタート。もうそのさ、ね、飛ぶってなった瞬間から行こうよ。だからそう、まあ、怖がることはなしに3、2、1からスタートして何にも言わせてもらえんところスタートして数字集まってない、なんかあの冒頭の500数字で言ったら数字で飛んだよ。全然食べないっていう怖い思いするだけっていうそれいいじゃん。でもなおもうこれなしにはできない。いやもう絶対もうもう絶対確定。もし TJ が辞めたとしてもあと一人誰かを入れていくときなら確定。なんでそんなに TJ が来ないと思ってるの。あの人バンジーだけは絶対いいやつだ。いやでもあの人ギャンブラーなんですよね。ギャンブラーなの。4分の1引かねえっていう気持ちで絶対参加するんだよ。だから大丈夫です。コロナ明けすぐにバンジージャンプがおもろすぎるやろ。あ、ネトプリか。ネトプリってのはどうなんだ。ラムメロも飛ばしたい。2人で病院行ってきてるから。あれ体重制限2人で行けるやろ。2人で行ける。ガリガリやろ。2人で飛んでほしいよ。案外のだね。飛び出そうだったの。もともとなんかその仲悪くなったとかそういう過去もないんですか。別に仲悪いんじゃなくて、うん、信号無視かなんかした時にそれをこう言いに行こうぜみたいな。俺が大阪からそうそうそれを取り出すよう出てて俺が 大阪から東京行ったら悪い。そういうのあいつは出てこなかったのよ。俺あまりにそれムカついたの。はぁみたいな。お店しましたみたいな話で流れば終わったらええ話や、うん、それを出てこないって流れた時にあこいつも配信者としても終わっちゃったよ。もうええわお前みたいなやつ。ほんでそれが絡まなくなって座談会で会って飲みに行った時に野田がすいませんでしたみたいなやつ言ってきていやおもろいね。